はいみなさんこんにちはチームハロンズ黒川ですメキシコペソ円のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク市場の見通しとなりますまずは結論から4時間足ボリンジャーバンド一目金公表トレンドは出ておりませんストキャスティックス回シグナルが点灯ということではい4時間足ベース底堅い動きと考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介しますはい4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線21本移動平均線マ 全く、えー、方向感がない真横を向いております4時間足ボリンジャーバンドはトレンドレス状態ということです、はい。4時間足ストキャスティックスは買いシグナルが点灯ということです。はい、4時間足一目均衡表です。はい、こ,こちらトレンドは出ておりませんが現在、えー、とレジスタンスラインとしてワークしております転換線と基準線ですね上抜けトライ中ということです。これ上,上に抜けたら形状的に上昇トレンドの形状になります。はい、それでは本日ニューヨーーヨク市場のサポートレジススタンスをご紹介したい と思います。まずはサポートラインです。はい、4時間足ボリンジャーバンドマイナス2シグマラインレベル7.18レベル7.18レベルと考えております。はい、続きましてレジスタンスラインは4時間足ボリンジャーバンド21本移動平21シ、えート21本移動平均線レベルですね。はい、7.21レベル7.21レベルと考えております。 はい、本日ニューヨーク市場の予想レンジ、7.18レベルから7.21レベルということです。ポイント、買いシグナル転倒底堅く推移かということで、はい、4時間足、ボリンジャーバンド一目金表、好表トレンドは出ておりませんが、4時間足、ストーキャスティックス、買いシグナルが転倒ということで、はい、そういうことで、メキシコペソエン、入浴時間帯におきましては、底堅く推移と考えております本日は以上となります。